飯切りと行こうか。出すのかな。出すわけないでしょ。こんにちは、白川隆二です。ついに映画村蜘蛛ゴーストエージェンシーが劇場公開になりました。皆様見ていただけたでしょうか。7月28日から渋谷ヒューマックス、横浜ブルグス30、大阪 T-JOY 梅田の3館で1週間限定の公開となっております。そしてこの1週間の劇場公開が好評だと全国各地で映画村蜘蛛が上映されますので、皆様ぜひこの1週間で映画館に足をお運びください。よろしくお願いいたします。今回の動画は、映画村蜘蛛の私が撮影した、メイキング動画となっております。この映画村蜘蛛に向けてのたくさんのアクション稽古や演技のレッスン、そして髪の毛の色を染めたりと様々な苦労や葛藤がございました。撮影もタイトでハードなスケジュールでしたが、今振り返ってみるととても充実した時間を過ごすことができたと感じております。映画を見る前でもいいですし、映画を見た後でもいいと思います。ぜひこのメイキング動画も映画村蜘蛛とともに一緒にご覧いただければ幸いです。それでは映画村蜘蛛メイキングご覧ください。どうぞ。こんにちは、白川隆二です。ついにこの日が来ました。2023年某日、ホチミン主演映画村蜘蛛ゴーストエージェンシーの出演のために、髪を染めてまいります。最初監督から髪を金髪にしてくれませんかというふうに言われていて、さすがにちょっと金髪は抵抗がありますのでカツラにしていただけませんかということを話していたんですが、映画出演のためにアクション稽古や芝居の稽古、さまざまな体験をしていく中で北川先生の頑張り、そして星民の一生懸命稽古している姿、役者さんの皆様の頑張りなどを見て、その中でやはり自分も心も体も映画の中に入っていかなければいけないと決意しました。正直髪を染めるというのは抵抗がありました。ただこの映画成功のために一生懸命姿も心も変えて全力で取り組んでいきたいと思っております。これから髪を染めに行ってまいります。行ってきます。はい、ということで戻ってまいりました。頭皮はめちゃめちゃ痛かったですが、綺麗に染めることができました。こんな感じです。髪も変えましたし、これから撮影に入りたいと思います。今現場に向かっています。今日はとても天気が良くて、撮影初日にはすごく良い環境だと思います。はい、現場に到着しました。今回土蜘蛛役を演じてくださる、古賀美月さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもう本当古賀さんは、超一流の俳優で、いやもう本当仮面ライダーの兜に出演されたりそしてあのラストサムライにも出演されている。ちょっとだけですけどね。いやいや本当に本格的な俳優で、海外の映画にもたくさんちょこちょこと、本当に本格的な俳優なんですけども、今回私初めていろいろ古賀さんにご指導いただいて大変勉強になっております。いやこちらこそですよ本当に、本当にもう丁寧に説明いただいて、もう本当に古賀さんの足を引っ張らないように何を言ってるんですか、頑張りたいと思います。いやでも本当に白川先生やっぱコツをつかむのが早いので、もうアクション部のね人たちと一緒にこうやっててもちょっと教えてたらなんか掴んだ瞬間にもうすぐできるようになってるから、これいよいよでも本当初日を迎えますので、本当今日もお母さんよろしくお願いします。そうですね、よろしくお願いします。ぜひお願いします。またじゃあ後でお願いいたします。ぜひぜひよろしくお願いします。それでは行ってきます。欲しいで見るね。そうですね、なんか
球ちゃんもちゃんと言おうか。じゃあ攻撃交代入ってます。はい。攻撃交代。おめで。はい。はい。どうぞ。うん。どうぞ。はい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 。よい。スタート。素敵すぎます。素敵すぎます。いや、見たことない。すごい。はい。いや、ありがとうございます。緊張感のある現場ですね。そうなんですよ。緊張。どっち取って、どっち取って、こっち取って、こっち取って、こっち取って。緊張感がね、たまりませんよね。で、これからですよ。これから、はい、これから。はい。これから先生の素敵なところがたくさん見えますね。頑張ります。ただただ、はい、いやリラックスして、はい、いつもの先生が、はい、ありがとうございます。ということで今休憩中ということで、はい、ようやく喋れるようになりました、はい、なりましたね。声出せるようになりましたね、はい、声出せます、はい、午後からまた撮影なんですよ。ちょっともう やられもします。午後はやられもします。投げてますね。はい、うわ、結構ハードなアクションですもんね。そうですね、もう初日から。でも、ね、アクションのためにやります。演技は逆にできないので、もうアクションで、アクションで。いやもうね。市民の腕をこう。ああ。いやちょっとマジでマジで決まるんすよ。決まるんですよ。ちょっとアクションで決めちゃダメですよね。そこ反省点なんですけど。いやでもそう、さすが達人ですから。それは良くないですもん。映画的には本当ダメですもん。あの勉強させていただいて、でも見た目はそれじゃないといけないですからね。ね、形を作ってかせないようにしないといけないんですよね。でもすごいですよ。白川先生はそのかかる角度に形を作るじゃないですか。一般人の私たちだと入らないのに、この形ですねの瞬間にもこう入ってるから、これはねもうどれだけの訓練を積んできたのかっていう。反射でなんかできてるんです。すごいです。反射でできます？できないから。いやでも本でもある程度小川さんだったら当てても。いやだ。小川さん聞いてるかな。大丈夫かな。小川さん当てないです。で今日星見にちょっとあの本当に俳優として来て噂の噂の通り過ぎた。通り過ぎた。この肉体、この肉体見てください。見てください。これ大丈夫なんですか。裸、いやいや裸これ一切かけすごい肉体ですよね。もう小賀美月さんでございます。だって初めの時トレーニングの時にあ、決まった決まった。あれあそこを取っといてほしかった。あと黒石さんもね、知ります知ります知りますっていう。そう、それはちょっと欲しい。あれ多分ね、ファンの人たちは見たいはずです。見ないあいやね、そう言いながら小笠さんも危険なんで、本当危険なんで小笠さんマジ危険なんで。あっ、ちじゃあ着替えて、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん頑張ります。楽しみにしててください。はい、楽しみです。はい、ということでメイクが終わりました、カラーコンタクトを入れております。で今から撮影のシーンに入りたいと思います。白川隆二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ本番お願いします。はい、お願いします。本番してください。はい、はいはい、トラックさん、よーい、アクション。はい、不死身ね。Oh!
はい、ようやくホテルに戻ってまいりました。初日の撮影無事終了しました。終電ギリギリで帰ってきました。まだまだ撮影は続きますので、気を緩めずに明日からの撮影に備えて早く寝たいと思います。アクション。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に正直光栄です。ぶん投げられたりかーやられたり、富士山の投げ一番良かったです。もう本当に月もすごいですね。いえ全然まだまだもう決められてもっとちょうだいみたいな感じでしたけど、ありがとうございました。ありがとうございました。女優星見、女優星見です。はい、カット。ありがとうございます。ありがとうございます。ゲッタない。浅い星見は改造人間だ。彼女を作ったのは金属の秘密結社ショッカー軍団だ。頑張って頑張って星見、頑張って。はい、頑張ります。星見号行きます。撮影続いております。これから古賀さんの大きな、ジャンプシーンがあります。めちゃめちゃ、かっこいいジャンプシーンがこれから撮影します。あ、飛びます、行きます。はい、はい、どうぞ。はい、よーい、はい、よーい、はい、はい、はい、アクションは何回も同じシーンを繰り返すので、大きなジャンプすると1回だったら大丈夫ですが、その何回も繰り返すのは本当に大変です。激しいシーンが続いております。しげも現在古賀さんがサインを書いてくれています。自分のサイン忘れてた。これが俺のマッスルサインじゃ。もうピント合いますか。合います。今から亡者たちのシーンを撮影します。亡者の撮影です。めちゃめちゃ決まってます。はい、カットです。はい、それをこの逆回しとちょっと2つご説明もらいます。この時の表情で、王者の方にちょっと意気込みを聞いてみたいと思います。ちょっとカメラ、車いいですか。ちょっと行き、あ、今撮影です。私ですか。どうですか、これから撮影になりますが。はい、意気込みは。頑張ります。こ怖がらせます。すごい、小賀さんも怖がらせます。すごい、すごい迫力ありますね。ちょっと締めて。ありがとうございます。すごい迫力と演技力です。本番を待ちたいと思います。で、雨が降って撮影が中断しておりましたが、今雨が上がって撮影を再開しております。外の撮影は天候に左右されるので大変です。時の中で海を渡ってきたエビ同時に行けたら引きずる。6倍正面に。ここで撃たれて、撃たれた後に、
もう国戦でも活躍した脇さんが出演するシーンです。意外とこしか取れませんもん、この時代に。神奈木さんも見なきゃいけないだけですけど、そうです。それでこの後ちょっとマイクを使います。出陣でございます。めちゃくちゃ真面目に撮って、あ、そう、今後ろで揺らして揺らしとくな。これから神奈美役の秋山里奈さんが、ちょっと危険なスタンドシーンとなります。現場に緊張が走ってます。怖いよ。怖いよ。絶対大丈夫。勝ち怖いから。はい、逃げて。はい。はい。やったぞ。やったぞ。4、3。ありがとう。カンナギ役の秋山里奈さんです。よろしくお願いします。秋山さん、今すごい。スタンドシーンでしたね。はい、びっくりしましたね。緊張感走りました。でも時間ないから行って、はい、飛んでみたいな。はい、ちょっとびっくりしました。あんないいね、シーンがあるとは。仮面ライダーとか特撮ものに出てたから、あの雪出たんですよ。いやー、使って言うとね、キャーって言ってる役だったから。テーマが増えてる。いや、増えますよね。怖いですよ。びっくりした。怖い怖い怖い。終わった後の方が、今の方が怖い。また一つ大人になったですね。うん、これ以上大人になったらどうしよう。もう若返りたいけど。合気道の貴公子とねえ、ね、秋山さんのこの共演ってないわ。恐縮です。あ、恐縮です。いただいて恐縮です。おはようございます。撮影続いております。で、今日の、撮影はなんと同情生の阿部俊治くんと片山瀬奈くんが撮影に入ります。二人に会いに行きたいと思います。行ってきます。現場に突入したりします。お疲れ様です。怖いです。それでは行きますね。じゃあ電気のチカチカも行きますね。関節から急見えるようなところで行きます。まもなく、阿部と片山くんが、会えます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。お久しぶりです。条件通り。めちゃめちゃかっこいいですよ。バッチリ決めました。はい、ようやく休憩時間に入り声を出すことができます。改めて、阿部くんと片山くんに聞いてみたいと思います。お疲れ様です。どうですか阿部くん、そして片山くん。すごい、あの現場の緊張感というか、うん、ちょっと映画の見る目が変わりそうなちょっと今気配がしてます。めっちゃ怪我してますけど大丈夫ですか。ちょっともうだいぶなんかボコスがやられまして、今ちょっと意気消沈しております。はい、片山くん、片山くんだいぶやられてます。そうですね、ボコボコです。プシャさんとおっしゃる、はい、
僕の世話で本当に、まあそうですね、すごい緊張感でちょっとちょっとうまく喋れたんですけど、まあ、ちょっと映画の見る目は変わりました、ね、そうです、もう映画ってすごいですね。人生の全てをかけた脊髄反射ちょっと全てをかけました。いやでも真剣に伝わってきました。本当に上手。ありがとうございます。本当にみんなが手抜きですごい上手ですねって言ってくれて、いや嬉しいね。ありがとうございます。やった甲斐がありました。ありがとうございます。片山君どうでした？えってか目が怖いね。白目怖いね。片山くんハロウィン、ハロウィンか、ね、マイケル・ジャクソンさんスリラー感かもですか、スリラー。いやでも片山くん頑張ったね。確かに苦手なんですよ。そうですね、タイプ的にはね、脊髄反射するタイプ、しないタイプ、あんまりしないタイプ、あんまりしないタイプ、強すぎるタイプ。いやでも阿部くん上手です。あ、マジですか。本当によかった。見てて、いやこれ名シーン、ちょっと映画のオーバーあるかもしれません。マジですか。脊髄反射で脊髄反射ちょっと嬉しいですよ。いやでも本当真剣に取り組んでてね。あ、素晴らしい。本当ですか。いや、二人ともお疲れ様でした。いやもう本当、あとねまだ出番ありますので気を入れるんです。頑張ってください。ユイティン役で頑張っていきます。キムッチ役の黒
黒石さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。黒石さんはもうご存知、アウトサイダーやブレイクグラウンドも大活躍、ありがとうございます。今回たくさん練習付き合っていただいてありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。本当アクション初めてだったので知らないで、最初関節も本当に普通に殺されるかと思いました、マジでマジで今日壊さないでください。大事な拳なので、はい、よろしくお願いします。もう今日よろしくお願いします。ついに本番となるので、よろしくお願いします。よしよし、髪を黒くします。髪をスプレーで黒くします。インコさん、カラーコンタクト入ります。はい、見えない目が。よしよし、暗いよね。座っていいんですよ。あ、え、いいっすか。リンコさん、座っていいですか。させ、させ、させ、させんでした。させ黒くしてる最中。今黒くなってる。本当だ、黒くなってる。はい、また もう少しでリンコさん助けに行くの。待ってる。そしたらこれになるでしょ、またやだもう。そう、裏切り者。完成です。ありがとうございます。びっくりした。あ、おはようございます。黒髪の白川先生です。なんで今日は黒髪の、黒髪ですか。あ、黒髪、はい、黒髪で。お前たちが、よーい、アクション。お願いします。はい、お願いします。頑張った。トラック4、よーい、アクション。おはようございます。今日も4時に起きて始発に乗って現場に到着しました。阿部くんと片阿部くんの最終日となるので、朝から最後まで頑張っていきたいと思います。今日はビートパラドックスの T シャツを着ております。頑張ります。今、阿部くんと片山くん到着しました。おはようございます。今日もね、最終日ですから頑張っていきましょう。頑張ります。はい、今日も無事に黒髪になり、そして阿部くんと片山くんもメイク終わりました。頑張ってます。今日もうまくいきましたね。はい、うまく入りました。でもね、阿部と片山くんも最終日ですので、はい、はい、頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。いただきます。いよいよ撮影です。相方のアンジェラさんです。はーい、やっと2人のシーン出ましたね。お札もかっこいい。お札が相方としてよろしくお願いします。頑張りましょう。ゆいじ、足がこんなになった。ちぐまこんばんは。よーい、アクション。はい、失礼します。入りました。はい、アクション。はい、はい、それではただいまのシーンをもちまして、梅田側近役の阿部さんと片山さん、お役になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ということで無事に終わりましたね。終わりました、先生。いや、でも本当大変だったでしょ。いや、もう何でしょう、ありがとうございます。1回だけじゃなくてね、はい、何回も10回、20回繰り返す。それでもね、2人だからこそ安心して私もできます。ありがとうございます。ありがとうございます。これで安心してね、仙台に帰れますね。ありがとうございます。また道場に戻ってね、やっぱり試稽古していきましょうね。少しだけ頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。長いね。はい、はい、いくよ。はい、では大丈夫でした。はい、そうですか。おー、いい。おー、金髪になりました。おー、嘘つきです。目がまだ表現してます。大丈夫ですね。でも、さすがに
鉄人だ。全然大したことないですよ、何も。本当にこれはい、おはようございます。現場到着しました。今日の現場はなんと、北川先生とそしてあのタクチャンネルでもおなじみのあの方が出演する、現場となっております。とても楽しみです。今から行ってみたいと思います。そして今日はなんとホチミンチャンネルの T シャツを着ております。今から行ってきます。北川先生、おはようございます。おはようございます。おはようございます。まさかお会いできると思う。ねえ、わざわざお会いに、ね、かっこいいですね。そう、どんなかっこいい。今日戦うシーンってことですね。今日戦うんですよ。システマ使うんですか。うん、めっちゃシステムありますよ。めちゃめちゃ楽しみですね。頑張ります。はい、よろしくお願いします。お願いします。小銃から撃ちました。銃砲でガーッて。おぉ、すいません、すいません、すいません。芦田さんのために。はい、さすがです。後ほど。あ、後ほど、よろしくお願いします。後ほど。絞りは、今絞りなんですか。今絞りは、じゃあ一人こちらからこう行って、まあさん、はい、すごいバイトしてました。そうですね、ちょっと思ってたより早く終わっちゃいましたけど。いやでもやっぱ普段チャンネルで見せてる芦田さんとは全く違う俳優芦田裕貴がちょっと見えました。あ、嬉しいです、ありがとうございます。あの、そうですよね、全然多分こういう面をお見せしなかったんで、撮ってもらうのは初めてかもしれないです。で、あの公園で裸になってるイメージですか。なんかウェーブいっぱいね、ウェーブパンチ受けてる芦田さんのイメージがやっぱこう、全然違いますね。そうですね、間を埋めるっていうのを今日は仕事がそれなので。はい、リアクションの難しさ難しいですよね。動き、見せる動きって難しいですよね。難しいです。だから芦田さんがすごいことをやられてるから、身をもって今回。そう、あとね、芦田さんね、現場に入ってからの気遣いぶりがすごいんですよ。現場のこと知り尽くしてるから、その裏方さんの手伝いとかね、それとかあのアクション受けてる人の先輩としての指導とかね、結構午後から北川先生と。そうですね、そう、はい、そうね、芦田君は大丈夫だから、はい、芦田さんだけ本気に入れて、本気に入れて、はい、
やばいな。頑張るぞ。頑張ってください。頑張りましょう。頑張ってください。ありがとうございます。今回くまちゃん役の脇さんです。どうもよろしくお願いします。北線で脇さんといえば有名ですが、北川先生とねくまちゃんはもう共演するんですけど、バリバリね、絡みますもんね、はい、私全くないんですよ。そうなんですよ。本当はファイトシーンとかあれば、ね、あ盛り上がる。僕投げてください。恐縮です。なかなか交錯しないんですよね。交錯しなかったですね。何度もお会いしてるんですけどね。そうです、現場ではね。現場では、はい、今体重は何キロ？今103ぐらいです。103キロの俳優を投げられるのか。そう、そう、でもぶっちゃけたら投げられますよね、全然。220キロのジャン・エドモンドさん、投げました、はい、すげえ。マクさん2人分あの硬いな。すごいな。ぜひ皆さんはワクさんの TikTok フォローしてください。おー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 と、ここでありがとうございます。キムチ役の黒井さんです。おすじゃん、よろしくお願いします。そしてストーム役の北川先生です。お願いします。ね、あのキムチさんと私ね、ちょっと戦ったんですけどね、はい、殺されるかと。どっちが、どっちが、どっちが、もう強烈なパンチとキック持ってるじゃないですか。どうなんですか。でも本当ね、北川先生との戦いも黒木さんの形見たかったですね。絶対嫌です、もう殺されます、それこそ本当に。だってそんなアウトサイダーのヒーローじゃないですか。そんな、全然そんな。本当お会いするとも黒木さん優しくてね、かっこいいですよね。もう俺ら体つきめちゃめちゃ鍛えてる。さっきのあの乱闘シーン、怖かったですよね。怖くなりますね、やっぱり。普段あれ練習じゃなくて普段の感じじゃないですか。練習ですか。やばくないですか。普段あれやばいじゃないですか。今もうちゃんと普通にやってます。おたけびとかがね、やべえと思います。あれなんかリアルじゃないかなって感じなんで。もうなんかお芝居なんで。ちゃんと芝居します。いや、リアルな。声方がすごかった。本当ですか。普段やられてるのかなと思った。そういうわけなんですね。いや、そんなことないです。もう普通です。はい、普通です。次はもう次回戦戦ってください。おっす。次回戦はい。よろしくお願いします。おっす。おっす。スチール撮影をする星見。キラン。本業乙女です。さすがの女優星見です。よろしくお願いします。すごい撮られてる。めっちゃ女優を近距離。近距離。近距離。ネタバレです。不思議な感覚ですよね、この感覚だったら。今回もう戦いますか。戦いシーンはないんです。残念ながらないです。ぜひうちらの戦いが見たかったら次回作にお願いしてください。チケット買って。でも次回システマ VS 合気道があるかもしれないですね。合気道の技ちょくちょく出てきてるので、そこも北川先生もシステマの技ありますもんね。システマの技使ってはいますけれども、ストーリーとシステマは全く関係ないですね。確かに、それは分かんないですもんね、うん、なんでこいつ強いんだろうみたいな、そんな感じになってさりげないさりげない動作でシステマ使ってますもんね。そう普通のおっさんがなんか戦うと強いみたいな感じになって。映画の中でシステマと合気道はどこで使われてるか確認してください。ね、今のスチール写真はパンフレットとかに使われるのかな。いや、それまだ分かんないですよね。まあ、ホームページとかそういうのに使われるかもしれないですね。どこで使われるかもね、楽しみですね、うん、楽しみですね。痛みでも僕3発食らうけど、うん、ケンさん食らうの1発だから、ね、そうなんですよね。今日はもうこの後北川先生の立ち回りなんで、北川先生をかっこよく見せるこの仕事に徹したいと思います。この距離感で左手です。もう桜の針は取れましたな。あー、足田さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。すごかったですね。本当にもっと出会っていただきたかったのに。そうですね、なんかちょっと物足りないですよね。もっとなんか物足りてないから何とも言えないですけど、もうちょっとなんか北川先生とかシステマを生かした戦いがなんかできたら、ね、来ていただけると嬉しいです、ね、急にね、お願いしたのに本当にありがとうございます。そうなんですよ、お呼びいただきます。間近でこの俳優アスレイクを私初めて見たので、これだけ安田さんがすごいことやってるかっていうのがいやー、よかった。考えること多いですよね。あれですよね、今度から安田さんありきで、そうですよね。
ですよね。そうですね。安田さんっていうのは、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ぜひ。迫力ありますよね。ちょっと早くモニター見たいです。なんかチェックしたいです。ありがとうございます。なんかちょっとでもスパイスになったら、もう本当の最高のスパイスでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。先生もありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。私はい、じゃあちょっと芝居だけ見ていいですか。はい、じゃあ白血は今千鳥来たらやりますが、はい、じゃあそれでユイティンの面白いこんなこと初めてだ。スネアスって後で。いやいや、これ嘘ね。次の星見の衣装なんで。どう？確かに。どう？あ、綺麗だ、綺麗だ。これ白川先生もこれ着るでしょう。実はこれ白川先生の衣装なんです。先生の衣装これ似合ってた。どう？ではこれじゃあこれやっぱ秋山さんにやってもらいたい。秋山さんやってもらいたい。何の効果じゃないですか。いやこれビッチビチで着てる。ビッチビチで着てる。ビッチビチで着てる。マッチョがセーラー服着てるから。ちょっととりあえず袖切ってもらって。袖口切ってください。ハルクみたいに。違うみんな違うから。水平さん。ここだから。あそこ。正解だ。正解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 どころかで現役やん。現役ですか。ホシミンのお弁当グルメの時間です。まずここのお弁当屋さんの名前はわかんない。ユダンです。ではまずこの野菜からいってみましょう。これ何？インゲンですね。インゲンだそうです。いってみます。うん、おいしい。次、エビいきます。ニンニン。うん、辛い。辛いダメなんだこの人。また辛い。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 マーボーナス。総合的に言います。おいしいです。以上、テリリッテです。おはようございます。今日も朝早くから移動してとある撮影場所に到着しました。いよいよ撮影も残り2日となっております。古賀さんが最終日となりとても寂しいですが、今日も気を引き締めて撮影に臨みたいと思います。あそこはもういいよ、その話はいいから。ちょっとフォローこっちで、はい。出国前の暇つぶしにはなりそうだ。はい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 、はい、そこの、はい、そこの人、はいはいはい、ちょっと職業質問受けてもらっていいかな。怪しい、うん、ちょっと怪しいね、格好がね。いや怪しくないです、何も怪しくない。ちょっと、なんか持ってないから、調べて。ちょっと調べて、ちょっとやってください。はいはい、どうね、怪しいもんね。ないっすね。ね、うん、すいませんね、ちょっと間違えちゃった。ちょっと有効なくしてね。はい、待って、待って。待って、何？何してんのそれ？何してんの？嘘でしょ？え、嘘でしょ？おしょ、何してんだよ。あー、ちょっと待って、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 
すいませんでした、どうもすいません。どうですか、受けてみて。みんなも受けてみた方がいいと思うんですか。やばいってこと、うん、土下座よりもあのすごいやつってシミケンさんが言ってたやばい指の指指のいかれてるんですよ。それではただいまのシーンをもちまして、和幸役の榎本健作さん、お楽になります。表情を出す。アゲハと地図で頑張っていただきました。ファンマイムさんも大楽になります。土雲役の小上美さん、大楽になります。ありがとうございます。いやー、なかなかハードな現場でしたが、原田組すごい楽しかったし、まあいいアクション映画になってシリーズ化できたらいいですね、はい、いや本当ファンちゃんもすごい頑張っていただいて、あと白川先生もカメラ回してますが本当にチーム土雲がね、一丸となって目の赤い集団が気狂っていけたんじゃないかと、これを2でもね出していけたら嬉しいですね、はい、本当ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、古賀さん、そしてワンちゃん、お疲れ様でした。ありがとうございました。いきなり、ファンちゃんのずっと大好きなシーンがあって、うん、やっぱこう純粋無垢のね、はい、ワンちゃんがいきなり感情爆発シーンがありまして、ね。ありましたね。こうあの名台詞が生まれた瞬間ですね。不死身と屋根にはパーツが持たんよって持たんよっていうところあるんですよ。あれ名台詞ですよね。そうなんですよ。この作品の中の一番の名台詞が生まれた瞬間かもしれないですね。やっぱあれバッってファンちゃんが言った時に、はい、もうさーっとやっぱ空気変わりました。変わりましたね。どんな感じだったっけファンちゃんね。あれね、ちょっとやってもらっていい、ちょっと。パーツがまた。え？,笑っちゃうんですよ。不死身と槍にはパーツがまた。生まれた。パーツが持たん、もしかしたらもうこれきっかけで渋谷歩いてたら言ってる人いるかもしれないですいや、せーの、パーツが持たん。せーの、パーツが持たん。せーの、パーツが持たん。最高です。奈良先生、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。突然、うん、はい。奈良千先生もね、出演されてるんですもんね。はい、おかげさまで、はい、ちょろっと出演させていただいてます。あの壮絶なアクションシーンがあったので、なかなか大変だったですけれども、はい。楽しみですね。どんなアクションだったんですかね。楽しみですね。いや、もういろんなアクションがね、ありましたけども、はい。早すぎて見えないんだよね、そうなんです。奈良千代さんね。そうなんですよ。まるで映ってないからね。私の先生がね、どこでアクションしてるかぜひ見つけてほしいです。でもそれ楽しみですよね。そうですね、あのちょこっとだけ出てくるセガール並みのアクションをしてますからね。おお。天井に貼り付いてたりするからね。そうですね。壁になっちゃったりとか、あのステルス戦闘機で下からつけてね、潜入するってそういうシーンがあったんですけど、どんな作品やねん。
北川先生、ストライク打ってください。はい。今日も朝早くから移動して現場に到着しました。いよいよ長かった撮影も今日が最終日となります。こうやってみますか。はい、無事に洗濯終わりました。よかったです。洗濯物外回しが多い。技をかけられてるんですか、師匠。ちょっと合気下げをちょっと。合気下げ、はい。なにこれ。女優星見を日差しから守っております。すいません、気候師から日差しを守られてます。本業乙女です。女優を日差しから守ります。テントからさらに、さらに、お、あ、しかもどうですか。仰がれた。いい感じ、ありがとう。まあいろいろまだあるかもしれませんが、ゆうき役の白川隆さん、お楽になります。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。今回、演技未経験、そしてアクション未経験で初めて映画の撮影に参加させていただきました。演技指導をしていただいた原田監督、そしてミレードさん、アクションを教えていただいた高橋先生、佐藤健さん、星井民、小賀さんとたくさんの方にお世話になりました。本当にありがとうございます。無事に最終日迎えて大変安心しております。そしてやってみて初めて分かるアクションの難しさ、厳しさ、そしてたった一つのワンシーン、ワンカットに照明さんやメイクさん、衣装さん、音声さんとたくさんのスタッフの皆様の支えがあって、様々なシーンが撮られているということが分かりました。この空間は、普段私がやっている合気道とは全く別の空間で、非常に、たくさんの貴重な経験をさせていただきました。皆様本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ただいまのシーンをもちまして、池上勤役、北川貴久さん、お楽になります。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、なんかこう思った以上に多くの人は関わってるんだなと思って、で、みんなで作り上げるっていうチームプレー感がすごい楽しかった感じがします。本当に皆さんありがとうございました。そしてついにですね、我らが主役
村雲凛子役、浅井穂積さん、オールアップになります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にですね、実はこの作品の前に昨年の7月末に撮影する予定だった作品がございまして、それがコロナ禍で、ちょっといろいろあって、撮影ができなくなりまして、そこで原田さんにご相談をしたところ、原田さんがどうせなら YouTube で、ね、話題のある達人の星見ちゃんが仲のいいお世話になってる北川先生巻き込んだらどうだろうということで、北川先生にお話ししたら、やっちゃおうよ、白川先生も誘っちゃおうよってなりまして、白川先生にお声掛けさせていただいたら、今度は北川先生が習志野さんも誘っちゃおうよということで、急遽撮影始まる時に習志野さんに参加していただきまして、ここに今日に至りましてですね、本当に感謝しております。そしてここに今日いらっしゃるスタッフの皆様と新たな出会いがありまして、今日に至っております。私本当に原田さんが大好きで、原田さんの作品で舞台をずっとタッグを組んでやらせていただいておりまして、2023年映画となってこうして皆さんに会えて本当に感激感謝しております。皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。白川先生ありがとうございます。白川先生ありがとうございます。白川先生ありがとうございます。本当に皆さんもありがとうございます。原田監督どうぞ。まさに本当にその通りなんですけども、まあ、これをお客様に届けて喜んでいただいて初めてのエンターテインメントだと思いますので、参加してくださった皆さんが、まあ、誇りを持って、こういう作品をやったよと、言えるように、これからのね、あとの仕上げの方もですね、頑張っていきたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。本日予約撮影が終わりました。終わりました。ありがとうござい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 ました。いや、もう本当にアクション初めてやってみて、うん、星見の凄さは分かりましたね。うん、いや、全く武道美術とは違うんです、アクション、うん。本物の技術を持っていても、アクションはアクションで見せる技術をさらにプラスしなきゃいけないじゃないですか。はい。その切り替えは私できなくて、本当に星見の感想何回決めたことか。あ、もう本当に、あ、とっちゃったってなってました、はい、パーツが持たない。そう、パーツが持たない。いや、もうこれもあれです、長年ですね、私アクションの師匠で高橋信俊さんという方についてるんですけども、高橋師匠自体も、まあ、武術家のであるので、うん、そこからいろいろこう、ね、武術とアクションのこういい感じにするのを、うん、教えていただいて、なんとかかんとか、うん、大丈夫です。だから、はい、すぐ大丈夫です。はい、でもアクション監督高橋先生も佐藤健さんも本物の技術もできるし、うん、そのアクションの演技もできるっていうので、ね、やっぱり実際に教えていただいて感動しました。その技術の高さに。ねえ、そうなんですよね。キレッキレですよね。キレッキレですよ。なんか日本の動きがすごいですよね。やばいっすよね。もうそのまま出てくださいって感じだったんですよ。私いいから監督と先生出てくださいって思ったら、あなたやばいじゃないですか。ぶっちゃけできねえよそんなのって思いますよね。それ私だけですか、それが。いや、もう本当すごい思った思った。そうね、そのまま先生出てくださいって感じですよね。いや、でもね、お芝居初、お芝居は初めてですか。もうすでに銀幕では初めてです。はい、銀幕、さすが忍者ですね。銀幕って言い方が、私たちね、スクリーンとか言ってた銀幕です。銀幕です。銀幕は、お芝居どう私も北川先生の最初の練習見た時に驚愕しましたよ。あ、ここそう、リンコって、うわぁ、うまっ焦りましたね。あそこはなんかコントみたいで面白いですね。はい、そして、あ、ね、最初の方で、最初のくだりのシーだ、シーだめちゃめちゃうまくなってるね。
言われてたね。でもあのラストのアクションシーンで、うん、ちょっと星見の凄さが本当にあのね、やっぱアクションって怪我させちゃいけないっていうのが大前提なんですけど、うん、やっぱちょっと事故とかあるじゃないですか、はい、あるいは強く当たる時あるじゃないですか、うん、しかも何回も30回とか50回も繰り返すんですけど、その中で、ね、あのどんなに痛くてもカットかかるまでは絶対痛い表情もしないし、うん、途中でやめないんですよ、ね、うん、カットってかかったら痛いとかなったりするんですけど、もうどんな痛いことが起きてもこう演技をしてる、うん、カットってなったらほら、ね、本業を止めたからすぐ痛い。本業はアクションスターっすよ。いやもうやめて。本業女優兼アクションスターですよ。いやもうやめてください、本業を止めて。プロフェッショナル、あの浅い星見見ました私。でもなんかもう見てないんだよね。あ、ラストバトルでいないからな。ラストバトルは本当にこれここだけなんです、私泣きながら戦ってますよ。っていうのは、うん、私と古賀さんは交互に戦ってて、うん、あの休める時間もあるんですけど、うん、星見は一人で本当休憩なしで、うん、ダメージを負いながらずっと戦ってたんですよ。そっか、二人が重なって戦ってるから同じ戦闘チーム、古賀さんと白川先生、はい、2回撮ってそれ両方相手してずっとで、ちょっと撮影の時間の都合上休憩なしで、ね、いやそうそうなんですよ、本当に朝から晩まで一人で戦ってて、なぜそしてあの泣きながらっていうのは本当で、うん、ダメージあるの分かってるんですけど手抜けられないんですよ。はい、だからもうどうなっちゃうのかな星見みたいな、うん、本当に思っちゃったんですよ。いやもうどうぞガンガン来てください。で決めますね。本当リアルに追い詰められてますよね。リアルに追い詰められてます。リアルに白川先生と古賀さんに追い詰められてます。リアルです。何時間も本当に10時間以上戦いつけたかもしれない。もっとかもしれない、まあね、そう、そんなに一人で休憩しない人。すげえ。でも今日のラストなんて北朝鮮先生あれですよ。おあ、カメラこうか、じゃあちょっと一緒しとくかなって、もうバッチリ俳優さんじゃないですか。もうバッチリでした。しかも走ってましたよね。あ、いい走って携帯落としてましたね。携帯落としてましたね。割れてませんでした。大丈夫です。子役の子たちの素晴らしさってなんかすごいなと思いましたね。すが、いや僕これはね、あのテアトルアカデミー、はい、ホシミンの教え子なんですよ。ですよね、皆さん。あざす。ホシミンの教え方がすごいんですよ。マイヤー、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 上手くなったな、サギ。上手くなった。ホシミンがそういう優しさあるから、うん、周りの人たちもね、うん、周りのスタッフだったり、うんうん、もう子役もみんな優しくて。うん、いや、あのね、スタッフさんは本当ね、素敵でしたね。それぞれがおすすめする見どころを一個ずつあります。はい、ああ、はい、ぜひ、うん、ぜひ先生、私からか。私はやっぱり最初のでもどんな話かも自分で分かってない。それは分かってない。それは完璧に分かってない。兄弟が回したもんね。え僕としてはやっぱりロバート・クライスラー師範の演武と対決する星見さんのね、演武のところで、まあ、私は敵か味方かね、そういろいろ見てるわけなんですけれども、そのあたりちょっとチェックしていただけたらなと思います。白熱の演舞対決、ありがとうございます。私はですね、やっぱりリンコさんとのラストバトルですよね。あれ 何時間撮ったかって感じですよね。リンコさんの体が心配で、ね、私はあれです、白川先生とお弟子さんの対決対決の方ですか。対決の方ですよ。そう、そして白川先生のお弟子さんの脊髄反射。これは楽しみにしててください。また、だから黒石さんが負けてらんないって言って、おそう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 、負けてらんない、そうそうそうって。はい。さくちゃん、どうちゃんは印象的な面白いところで言うと、うん、私と北川先生の、うん、パパあれ練習の時に自分でも面白くて笑ってたんですよ。あれ笑うよね、見てる方も笑うんですよ。北川先生は先生は原田さんの配役っていうかね、うんうんうん、あの例えば僕がこういう婚活の励むおっさんの役で、 で白川先生が同志の役っていうのは本当によく見てんなっていう、 YouTube だけでキャラのこう引き出し方みたいなのを見抜いてこうやってんだなっていう。これ逆だったら変だと思うんですよ。おー、うん、そうですね、北川先生とアンジャーコンビだったら
北川さん金髪にしなきゃいけないですから、そうそう、北川さん金髪にしなきゃいけない、なんかね、似合わないと思うんだよね、目も赤くしなきゃいけないですから、ね、でもやってみます、やってみる、やってみましょうか、ただの充血しておっしゃる、俺が目赤くしたらちょっと徹夜かなみたいなということで、はい、皆さんぜひ、はい、ブラックモンゴーストエージェンシー、はい、映画で見てください、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 見てください。